はい、えー。皆さん、こんにちは。りょうです。今日は、えー、上手くなるための手首の使い方について、えー、レッスンをしていきます。はい。えー、じゃあ、今日はですね、えー、ゴルフで、えー、すごく重要な手首の動きについてなんですけど、ゴルフですね、まあ、よく手を使って打たないようにっていうふうに言ったりするんですけど、まあ、もちろん、あの、角に腕だけでこう振っちゃうスイングっていうのは良くないんですけど、ただ、ゴルフは手首を、ね、コックとか、 リリースとかっていうふうに必ず動かすので手首のですね使い方がうまくいかないとボールがうまく打てないまっすぐ打てないっていうふうになってくるのでまず手首がうまく使えてない人の特徴とそれで正しい使い方についてですね今日は説明していきますはい、えー、じゃあですねまず手首の使い方が良くない方の特徴なんですけどそれは手首をですね固めちゃってる方ですね こういうふうにスイング中に手首をこういうふうに固めてる方ですね。以前は僕もね、結構そういう感じだったんですけど、なんかこの手首を固めた方がフェース面が変わらずに触れそうな感じがして、なんか良さそうな感じが、まあ、っすぐ行きそうな感じがするんですけど、ただですね、まず飛ばないです、これ。っていうのもゴルフクラブっていうのは先端が加速していかないといけないので、 この手首の先端の加速を作るっていうのは手首の柔らかさがないと勝手にクラブが走るわけじゃなくてこの手首が柔らかく動くことによって加速っていうのが作れるのでこれがないとトップに来た時にこのクラブの運動量もすごい減ってしまうので助走がまず少ないですねしここでクラブヘッドが走らないから飛ばないでもですねいやいや私は飛ばなくても当たればいいまっすぐ行けばいいっていう方も いると思うんですけど、実はこの手首を固めてると、当たりも悪くなっちゃうんですね。なんでかっていうと、こう、ゴルフクラブを振るときに、必ずこう、クラブをコックしてリリースしてっていう動きで、これでクラブがこういうふうに地面につく、ですね。で、これが固まってると、地面につかないわけですね。で、パターは別にこれでいいわけですね。パターってこう、鋭角に打ち込む必要がないので、 こういうふうに払って打つだけでいいんですけど、アイアンっていうのは払って打ってしまうと、正確に払って打ってしまうと当たりが薄くなったりとか、ちょっとした傾斜ラフとかでも打ち込めないんでうまく打てなかったりするんで、あの手首を固めてしまうとミート率も悪くなってしまうんで、飛距離が出ないだけじゃなくて当たりも悪くなると。やっぱりですね、手首を正しく使えないことがいろんなミスを誘発してしまうので、 じゃあ、まず、えー、次はですね、手首を正しく使うための方法について説明していきます。で、えー、と手首をですね、まず正しく使うためには、えー、とこのグリップの強さが非常に重要になってきます。僕がですね、レッスンで見ててあ、この人うまく手首使えてないなっていう方は、必ずグリップの力が強いです。握りが強いですね。そうすると、握りが強いとこ関節がロックされて動かないんですね。 まずですね、これやってみるとわかるんですけど、体の前でグリップ握ってもらって、で、こういうふうに回してほしい。で、これ、力をぎゅーって握ったらですね、さっきみたいにスムーズな円って描けないですね。っていうことは手首がロックされてしまってるんで、動いてないと。グラブをまずは強く握れないっていうことが一つ重要ですね。で、ゴルフは、えっ、ー、と、どういう方向に手首が動くかっていうと、まず左手、 コックっていうふうに立てる動きですね。そして右手ですね。右手はこのヒンジといって甲側に曲がる動きですね。とリリース。こういうふうに手首が動かないとゴルフボールはうまく打てないので必ずグリップを強く握らずに柔らかく握ってください。でまあなんかね飛んじゃいそうっていう方もいるんですよね。こういうクラブ力抜いてるとなんか飛んじゃいそうじゃないですかっていう人いるんですけど 僕も15年以上レッスンしてますけどレッスンしててクラブ飛んだ人見たことないですねゴルフクラブってあのグリップがこっち側に太くなってるのでこう遠心力で抜けないようになってるんですねなので、まあ、相当力がもうほんとゼロで握ってるかあとはちょっとこう握り方が相当めちゃくちゃな持ち方してない限りは抜けないので あの自分で思ったよりも力抜いてもらって大丈夫ですじゃあここからは、えー、と手首の使い方について、えー、簡単に説明していきますまずボールをうまく打つためにテイクバックですねテイクバックの時にこういうふうに手首をずっと固めてあげてしまっては体もちょっと苦しくなってくるのでまずこのポジションに来たら左手の親指側の方にクラブは立てていきます こういう形ですね。この動きが必要です。そしてこれと同時にですね、コックという動きをしながら、右手ではヒンジという動作が入ってきます。こう縦側に、親指方向に折るのが、えー、コックですが、えー、この手の甲側に動かすのが、右手で言うと手の甲側に動かすのがヒンジになりますで。コックはクラブを加速するために必要だっていうのは何となく分かると思うんですけど、このヒンジはですね、フェースの向きを保つために非常に大事になってます。 こういうふうにね、フェース開く方多いですけど、こういう方は右手の甲が伸びちゃってるので、テイクバックしていって、この8時ぐらいのポジションに来たら、右手を甲側に曲げてあげる。そうするとフェースが開いてないですよね。なので、えー、フェースの開閉を少なくすることができる。あとね、皆さんこう好きなハンドファーストですね。ハンドファーストっていうのは、必ず手の方が前に出てる、クラブが後ろにあるんで、このヒンジの形ができてないといけないと。 なので、テイクバックの時に、コックとヒンジをこのポジションで両方入れていきます。そして、まあ、このリリースに関しては、えー、まあ、ほとんど自然とやってるような動きなんですけど、まあ、よくね、なんかこう、物を叩く、インパクトバックをこうやって叩く練習とかするときって、必ずこのヒンジしてリリースっていう動きを自然としてると。これをこう固めて打ったら加速しませんよっていうことですね。 じゃあ、えー、っと、そうですね。練習ドリルとしては、まあ、これはね、分けて練習した方がいいので、まず、コックする場合っていうのは、ここからクラブを親指方向に立てる。でハーフスイングぐらいで練習すると一番練習しやすいです。ここに来たら、親指方向に立てて、こうやって打つ。そうするとクラブのこう加速を作ることができるので、 ちょっとね、コック私苦手だなっていう方は、まずハーフスイングでこれぐらいで練習してみてください。で次、ヒンジですね。この右手の甲側に折る動作。これはね、右手一本ですると練習しやすいので、クラブを固めて使うんじゃなくて、こういうふうに柔らかく動かす。その時に、この8時に来たら右手は甲側の方に曲げていくんですね。そしてボールを打っていきます。 こんな感じの、OK、でこういうふうにクラブを柔らかくですね動かせてるとヒンジうまく使えてますので最後これを踏まえてね手首を固めずに柔らかく使って普通のフルスイングで打ってみましょうはいこんな感じですね はい、えー。ということでですね、今日は、えー、手首の使い方について説明していきましたけど、ポイントとしてはグリップを強く握らない、そしてコックとヒンジの動きについて理解して、この動きをうまく入れてですね、打っていただくとボールうまく打てますんで、ぜひ皆さんもやってみてください。<laughs> はい、えー。あとですね、こちら、えー、ここのスタジオですね、京王線の仙台駅の近くで、えー、私、マンツーマンデッスンを行ってますんで、 えー、付け替え姿勢ではなく、回数牽制なので、燃える駅じゃない方でも、あの、自分でですね、ペースを見ながらレッスン受けることができますんで、えー、都内でですね、私ゴルフ悩んでますっていう方は、ぜひですね、えー、下の、えー、概要欄ですね、ホームページありますんで、そちらから体験レッスンを申し込んでいただければ、えー、レッスン受けれますんで、ぜひお越しください。はい、じゃあ今日はこれで以上ですね。じゃあ、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。